銭形平治取物控え野村古道呪いの銀冠座し1長い間こんな家業をしているが変死人を見るのはつくづく嫌だな取物の名人銭形の平治は口癖のようにこう言っておりました シミみロの死体をいじり回すのを商い妙利と考えるためには平治の神経は少しデリケートに過ぎたのですそれが一番凄惨な死体と逃れようもなく顔を合わせることになったのですから全くやりきれませんガラッパチー てめえは底辺なところへ俺を引っ張ってきやがったな。縄張り違いは承知の上ですが、補定屋の旦那が石原の親分じゃ心元ないから銭形のに見てもらってくれって言いますぜ。つまらねえおせっかいだ。下打ちを一つ。それでも振りもぎって帰ることもならず、柳橋のそばにつないだ屋形船のすだれを分けました。 中は血の海古文のガラッパチが差し出したちょのおぼつかない明かりに透かしてみると若い芸者が一人銀冠差しを深々と右の目につったてられて仰向けざまに死んでいたのですあ,あ死体嫌いの平次は思わず顔を背けました 若くも美しくもある様子ですが、反面、血潮にそんで、そのものすごさというものはありません。これはひどい。そのうちに、平次は職業意識を回復して、一歩女の死体に近づきました。紅のもっそうを受け返して、踏みはだけた足を直してやると。 一番先に目についたのは手何か持っていますガラッパチが注意するまでもありません平次は早くも近寄ってみると苦悩に歪んだ女の左手に握ったのは男物の羽織の紐その頃流行った太く短い絹さなだで争うはずみに引きちぎったらしく ひもの耳にはむしり取ったばかりの血がついております。これはいい手がかりだそのひもをむしり取った炉の男羽織が脱ぎ捨てたままに放り出してあるのをガラッパチは少し得意らしく拾い上げました。女の前髪はつかんで引きむしられたようでめちゃめちゃに崩れておりますが。 他に傷らしいもものは一つもありません。目に突っ立てた銀冠差しは鷹の葉を浅く彫った平打ちの丈夫な品で若い芸者の頭を飾るにしては少しや暮ですそれを松の葉になった足の方三寸ほども人間の目の中へ突き立てたのですから金槌で叩いたのでなければ恐ろしい強力です どうして刺したろう。してろ平次はふとそんなことを考えておりました親分布袋屋の旦那がちょいとお話申し上げたいことがあるそうで岸から小腰をかがめて恐る恐る船の中を覗き込んだのはみの一行に立ち混じっていた宝冠の金霊です ここでよろしければお目にかかりましょう、と言ってもらおうか。<laughs> 平次は小首をかしげて、無ごたらしい殺されようをした女の頭を見つめております。そこには、不思議におちちりもせず、大米の櫛と、サンゴの五分玉に細い金足をすげたかんざしが、もう一本あったのです。